ややめちです。俺の愛車86のカスタム紹介していくぜ。今日紹介するのはマフラー、ロッソモデロジーク TI チタンっていうものかなこれ、というマフラーです。テールのカラーをね、豊富なオプションの中から選ぶことができて、自分のはサンセットブルーなんですけど、ロゴも入っててめっちゃかっこいい。中間パイプもセットで、自分が買った時は7万円くらいでした。今見たらね、99,500円でちょっと値上がりしてましたね。なんか7万円から9万円の間をなんかずっとループしてますね。まあでもそれでも安いと思う。ちなみにしっかり車検対応。音を聞いてみてくれ。車検対応にしては結構音量出てる方だし、音質的には TRD のマフラーに結構似てます。みんなも車カスタムしていこうぜ。86カスタム紹介、激安エアロ編。ややめちです。今日俺の86についているエアロ紹介します。これユーローというところのエアロです。なんといってもこのエアロ安いんです。とにかく安い。俺が買った時は4万円で、フロントサイドリア全部で4万円、合わせて4万円です。安すぎないかこれ。今は何でも値上がりの時代なので、公式見たら69,800円になってましたね。結構倍ぐらいになってますけど、まあでもそれでも安いと思うわ。安すぎてショップでお願いした塗装代の方がエアロよりかかるってことが起きました。人にはね、あんまりおすすめしないかな。っていうのもめちゃくちゃチリが悪いです。フロントはね、こう若干ずれてるし、サイドは少し歪ませてね、無理やりつけてますね。まあ車外エアロなんてそんなもんって言えばそうなんですけど、リアはね、わりかし簡単にちゃんとくっついてます。見た目の感じが好きでね、自分はかなり気に入ってます。フロントなんて車高が下がってるせいで2回粉砕してますけど、 FRP でね直してますからね。サイドのこの意味のない穴が開いてるところもめっちゃ好きです。みんなも車カスタムしようぜ。86カスタム紹介、ホイール編。ややめちです。今日はリクエストあったのでホイール紹介していくぞ。このホイールはレイズのグラムライツ 57FXW っていうやつで、これ 57FXW って読むんですよ。かっこよくね。86は17インチがね、純正サイズだけど、まあ、18インチにアップしてます。 8.5J でね、プラス45です。インチアップするとね、まあ、ハンドリング良くなったり、走行性能的なメリットがあったりね、まあ、デメリットももちろんあるんだけど、自分何よりも見た目が全てで気に入ってます。まあ、辛い位置とはいかないね。スペーサーとか入れればうまくいくかもしれないけど、まあ、ホイールなんてね、見た目で選んでるんで、これといって話すことないんですけど、純正ホイールよりも洗車がしやすいかな。まあ、結構鋭利なんでね、手を入れると切りそうだからブラシとか使ってます。新品だと15万から20万くらい。ちなみにタイヤはめっちゃ安いアジアンタイヤ。いいタイヤ履けるようになりてえな。86のここが見たいとか、それ以外のことでもなんかリクエストがあったらコメント欄にぜひ書いてください。みんなも車カスタムしようぜ。86カスタム紹介、 TRD はいいぞ編。ややめちです。 TRD はいいぞ。なんと言っても間違いないよな。エアロも TRD でまとまってるとめっちゃ綺麗に見えるよね。俺の86にも TRD のパーツがついているので紹介していきます。実は86買って一番最初にね、こうカスタムしたトランクスポイラー、 TRD の86用のやつなので、ほんと簡単につけられました。まあ穴は開けないといけないんですけどね、この適度な角度がね、めっちゃかっこいい。今は GT ウィングをつけてるから、まあダブルウィングですね。これ意味あるんですかね。お次がこの横のね、リアサイドスポイラー、これも TRD 製で、トランクにこれはね、ポンってほんとつけるだけなんだけど、これ色ミスった感あるな。エアロがまあ黒なんでね、これも黒にしたんですけど、後ろから見るとめっちゃロックリーンに見えるっていう、完全にミスったなこれ。最後はシフトノブ。純正のより多分太くてね、短くて結構持ちやすいなって自分は思ってます。シフトチェンジもまあしやすいかも。結局好みなんですけどね。夏この金属の部分に手が当たるとちゃんと火傷します。みんなも車カスタムしようぜ。86カスタム紹介、車庫長編。ややめちです。いつも外回りのカスタムばっか紹介したから、今日は走りに直結する足回り、車庫長紹介します。言うて車庫長もまあ外見のカスタムでもあるか。俺の86についてるのがトラストのグレッティパフォーマンスダンパータイプ S というものです。車高は走れなくなっても嫌なんで、自分はそこまで落としてないですね。まあ、まだまだ落とそうと思えば落とせるはず。バネレートは前後ともに8キロなんで、まあ、少し乗り心地は固めで、まあ、ましてで純正と比べるとだいぶ硬いですね。減衰力はなんと32段階も調節できるので、まあ、乗り心地はここで多少はね、調節できます。街乗りはちょっと硬くて疲れるけど、全然乗れるし、このままワインディングを楽しんだり、サーキットでのスポーツ走行もできちゃう優れもの。まあ、定価は20万くらいするんで、ちょっと高いですけどね。みんなも車、カスタムしようぜ。86カスタム紹介、ペダルカバー編。ややめちです。今日はドレスアップ効果だけじゃないぜ。意外と走りに関係してくるペダルカバーを紹介します。レッツォというメーカーの GT スペック MTS っていうペダルカバーなんですけど、見た目が赤くなってかっこいい。純正こんな感じで地味なんでいいアクセントですよね。
取り付けはペダルの上に金属のベルトでくくりつけるだけの超簡単。ペダルカバーのメリットなんだけど、まあ、ただ単にね見た目が良くなるドレスアップだけじゃなくて、純正だと安全性への配慮からかブレーキに対してねアクセルペダルが引っ込んでることや、多少横に関してもね離れてるようになってます。まあ、踏み間違い防止とかなのかな。これがこのカバーを取り付けることで高さも揃って横の距離も近づくので、ヒル&トゥーがしやすくなります。86は NA 車だからこそガンガン回してねこういう楽しみ方ができますからね、走りやすくなるってわけよ。これ自体値段もそんなしなくて簡単に取り付けられるので、最初のカスタムとしてもおすすめ。コメント欄に取り付けとレビューしてる動画貼ってあるから、よかったら見てみて。みんなも車カスタムしようぜ。86カスタム紹介、カーボンボンネット編。ややめちです。カスタム紹介始めてからボンネット紹介してって結構言われてるんだけど、正直このボンネット声を大にして紹介していいもんかなって思っちゃって。というのもこのボンネットをヤフオクで買ったわけわかんないボンネットなんですよね。こういう発信している以上良くないよなと思いつつ、まあ今回紹介しますわ。ほんと勘違いしないでほしいんだけど、第一前提としておすすめはしないですよ、ガチで。表面カーボン、裏 FRP のタイプなので、純正に対してめっちゃ軽量ってわけではないです。普段は裏にレインカバーもつけてるしね。唯一いい点は値段で、82,800 円で買いました。ボンピンはきちんとつけてます。これちゃんとしたエアロキャッチの本物です。台湾から発送されたんだけど、対応は最悪、梱包も最悪。これで海外からよく無事に届いたなってレベル。ちゃんとしたボンネットの交換なんて大した作業じゃないんだけど、これに関してはかなり取り付けも大変で、左右微妙に歪んでるし、前は少しだけ浮いてます。ボンピンで押さえてるんで開く心配とかはないんですけど、ヒンジの部分加工してもらって合わせてもらってつけました。最後にもう一度、ガチでヤフオクのこの闇ボンネットはやめといた方がいいぞ。86カスタム紹介、フルバケットシートで。ややめちです。俺の86、一応フルバケがついてて、レカロの RSG スーパーシュタルクってやつで限定のやつ。定価だと12万7000円くらいで、今はもう古いから売ってないと思うけどね。赤黒が86の内装と合っててめっちゃ好き。フルバケなんてサーキットガンガン走るわけじゃないからいらないよって人多いと思うけど、これが意外でね、普段のドライブとかでも正しい姿勢と位置がキープされるんで、とても運転しやすいんですよね。弱点はやっぱ遠出する際に疲れてちょいパーキングエリアで休憩なんて時も、背もたれは当然倒れないことですね。ここばっかりはノーマルなら寝られるのにって思います。背面はきちんと布で覆われているんで、このまま車検もいけちゃいます。まあデメリットはねもちろんあるんだけど、やっぱレカロシートかっこいいし、山にドライブ行く時とかはね目線が低いことでスピード感も感じますし、やる気にさせてくれるアイテムですよね。買う時はレカロ用のシートレールも必要だから注意ね。みんなも車カスタムしようぜ。86カスタム紹介、感度マックス編。ややめちです。今日はここについてるこいつ、感度マックスを紹介します。これいわゆるスロコンですね。名前もいかがわしいし、こんなので変わらんだろうって思う人多そうだけど、マジで86が変わりました。止まってる状態から、まあ、4000から5000回転ぐらいまでの吹き上がりがノーマルとかなり変わるので、低速トルクが上がった感じがしますね。アクセル踏んでからのレスポンスの向上って言った方が正確かもしれない。まさにアクセルの感度マックスって感じ。感度3000倍ですね。もちろんターボやスーパーチャージャーとは違うから馬力が上がるわけでもなくて、5000回転くらいまで行った後はねノーマルと変わらないけど、低速域の走りが本当に変わりました。まあ、0から100キロ到達までのねスピードが確実に上がりましたね。取り付けもめちゃくちゃ簡単でね、挟むだけでめっちゃ簡単です。こいつばっかりは動画だと全然伝わらないと思うんだけど、かなり効果はありました。なんで本当おすすめですね。コメント欄に取り付けしてる動画あるから見てみて。みんなも車カスタムしようぜ。